原木線は、松戸市松戸の国道6号との交点である、神賀前交差点を起点とし、市川市、船橋市を経て、市川市原木の京葉道路原木インターチェンジを終点とする一般県道である。通称は、市川松戸道路。開通後、当初は一部区間が、 有料道路市川松戸有料道路として運営されてきたが2000年10月1日に無料化された千葉県北西部の松戸市と安岸部の市川市を南北に結ぶ縦幹線道路で松戸市松戸の国道6号を人が全交差点により分岐して南進し木下街道の北方十字路を経て船橋市内の JR 西船橋駅付近を通過し市川市内で 京葉道路茨城インターチェンジに接続する。船橋市内の国道14号とは、中山京馬場入口交差点で交差し、北方十字路付近の沿線には、中山京馬場がある。国道14号との中山京馬場入口交差点において発生している、慢性的な交通渋滞や、京成本線と交差する、西船湖線橋の老朽化などのため、 交差点改良と古線橋の掛け替えを合わせて整備する道路改良事業が1996年度から2015年度にかけて進められている。旧市川松戸有料道路。市川松戸有料道路時代には、神賀全交差点より、北方十字路までが有料区間とされ、途中千葉県道51号市川柏線との、 接続地点付近に料金書が設置されていた。ありがとうございます。